竹切ってんのが一番楽しかったです。ちょっと難しかったかな。自然と触れ合う機会が今減ってるので、今回のような会は貴重でした。力入れたら軽く引く。そう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 。ボランティアで森林を守るって言ったら木を植えるっていうことをイメージする人が多いと思うんですけども、今度成長してくると枝が伸びてくるから真っ暗っていう状況になっちゃうんですよね。そこで間伐って木を間引いてあげると森の下まで光が当たるので生き物も生き生きしたり、植えた後の手入れっていうのがすごく大切なんです。まだ畑始まってないんですけど、ヤスリが光ります。せーの、イエーイ。トゥースホテルズジャパンではお客様に宿泊サービスを提供するだけでなく、泊まることで持続可能な社会の実現につながるホテルを目指したいと、宿泊代を寄付するだけでなく社会課題の解決に貢献しているという実感をお客様に持っていただきたいという思いからこのような特典を始めました。森林とかしっかり手入れしないと枯れていくというのは理論では知ってたんですけども、子供だけでなく親も実際に身をもって体験できるっていうのは本当に非常にいい機会だったなとは思っております。子供たちも家にいると YouTube とかテレビゲームばっかになっちゃうんで、こういうすごい貴重な体験だったんじゃないかなと思いますね。